後半36分、2点ビハインドの札幌が福森明人のフリーキックで1点を返します。正確な左足からの得点で息を吹き返す札幌。そして迎えた後半アディショナルタイム、大宮マテウスがハンドの反則を取られ、札幌はゴール前でのフリーキックを獲得します。キッカーはまたしても福森、悪魔の左足から放たれたボールは綺麗な軌道を描きゴールに吸い込まれます。この直後にホイッスルが鳴り、試合が終了。残留を争う大宮相手に2対2の引き分けに持ち込み、札幌が貴重な勝ち点1を挙げました。